初代、沢村宗之助の時姫大正9年2月、東京市村座、鎌倉三大岐、絹川村環境より。初代、沢村宗之助3月9日大正13年4月8日は、明治から大正にかけて活躍した歌舞伎役者。野号は、木の国屋。縄文は丸二の字。画号に、安住縁がある。本名は、伊藤三次郎。毛優と呼ばれた。 人気役者七代目沢村と氏の次男として東京浅草馬道に生まれる。兄に創生した名優初代女高谷小伝次がいた。明治二十二年八月東京あずま座の平仮名清水器で沢村壮之助を名乗って初舞台。その後兄と共に子供芝居に出て人気を集め、やがてその才能が認められる。明治十三年十一月新富座。 鎌倉三大記、絹川村官居の時姫が評判となり、翌年市村座、壇の裏かぶと軍記のアコヤで、名大昇進、有望な若手の一人として注目されるようになる。この頃から総之助は、新しい舞台活動にも目を向ける。まず進撃に参加し、明治36年東京座で、シェイクスピア作、ジュリアス・シーザーの英語劇に挑戦。さらに、 当時近代劇の創作活動に力を入れていた二代目、市川左団次と幼い織の自由劇場にも参加し、明治末年まで精力的な活躍を続けた。明治44年頃から歌舞伎の舞台に戻り、その後は関西歌舞伎にも出演していた。大正13年4月7日、四谷大国座、坪坂霊元気のお里で出演中に、舞台で 脳一血を起こして倒れ、そのまま死去。まだ39歳だった。お山と立ち役を兼ね、時代物と世話物の双方に通じて、さらに近代劇までこなす器用さを持ち合わせた役者だった。私生活でも絵画は、野口承継に指示して、安園と講し、俳句や監視等をよくし、英語にも堪能で、最人派なところがあった。ここに、後映画に進出した二代目。 沢村宗之助、伊藤祐之助、沢村章之助などがいる。ありがとうございます。